まあ、教育委員会もです、まあ安営法に基づく委員会ではないんですよね、はっきり言えば。あの資料で見たところですね。それで、現状では6つある保育所の中の2つ、小中学校36校のうち、9つは労働者数が50人を超えております。安全衛生、労働安全衛生法第18条に、よりまして、労働者数が50人以上の事業所にはそれぞれ衛生委員会を単独で設けることが義務づけ、規定となっております。見解をお尋ねいたします。総務長。50人を超えている事業所ということでございます。保育所などにおきましてもですね、議員からお話がございましたように、いろんな部分で心の病を持っている人もいるだろうし、他の現場におきましてもそういう職員がいると思います。先ほどお話のありましたようにですね、雇用形態が多様化してございましてですね、正規職員のほかに臨時職員とか嘱託職員とかいうような形で、それも短時間であったりですね、いうそういう雇用形態になってございます。50人ということも規定ございますので、そこのところにつきましては再度調査してですね、研究してまいりたいと、このように考えてございます。高田議員。市内に6つある厚木市立保育所のうち4つは、労働者が10人以上50人未満です。まあ、この場合それぞれに衛生推進員を選任するか、もしくは4つまとめて1つの衛生委員会を設置するか、この2つの方法があります。またそれぞれの保育所が衛生推進者を選任する方法を選択したとしても、関係労働者からの意見の徴収は義務規定であります。これは労働安全衛生法規則第23条の2によって規定されております。見解をお尋ねいたします。子ども未来部長。例えばその話し合いが保育所の業務改善であるとか、保育所における子どもたちの生活が快適なものになるための話し合いであれば、まあ、すぐにでも応じる気持ちは十分にございますけれども、労働者としての処遇改善についての話し合いということになりますと、私の所管する業務の範囲を超える部分もあろうかと思いますので、まあ、今後その際には関係部署と相談をさせていただくというようなことになるかと思います。高田議員。これまで質疑をまあ、お聞きになってね、何らかの見直しが必要なのかなと感じている、議場にいらっしゃる方もいるのではないかとは思います。まあ、その見直しをするとしたらですね、その対象は厚木市職員安全管理、安全衛生管理規定であります。厚木市職員安全衛生管理規定は労働安全法に達していない面がいくつかあります。一方で労働安全衛生法を上回る取り組みをしている面もあります。労働安全衛生法や労働基準法があるにもかかわらず、自治体がではそれら上位法令に基づくのではなくて、自治体の条例や規則によって組織が動いている実態があります。そのために労働安全衛生法と厚木市の規則に齟齬が生じております。厚木市職員安全衛生管理規定を見直してはいかがでしょうか。市長。保育所含めて、出先で環境センターとかいろいろ職場が50人また満たないところもございます。それでこの老安への取り組みというのは、まあ結論的にはもっとしっかりやっていかなくちゃいけないというふうに思っています。そして、どうやってじゃあ体制、今法の面、規則の面のでの取り組みと、もう一方では職場環境、メンタル含めてそこの部分をどうやって、フォローしていくかという、この二面性があると思うんで、ここについては今まで不十分な部分も含めて充実に向けて
どういうものが必要なのか、そして、私も現地対話審議を進めさせてもらってますので、各保育所にも何回か話は言っておりますけれども、直接こういうことで困ってるんだというところまでは至ってない部分もあります。ですからそういう相談体制、そして規則としての位置づけのこの2つの点について進めていきたいと思っております。高田議員。はい、明快な答弁でした。ありがとうございます。現在 の厚木市職員安全衛生管理規定第13条では、事業所ごとに安全衛生委員会を置くことになっています。環境センター、教育委員会、消防本部、子ども未来部、私立病院、その他の事業所の6つですね。資料によりますとですね、環境センターはさすがです。労働安全衛生法に基づいた委員会活動を毎月実施しております。労働安全衛生法では、安全委員会設置は業種と規模によります。安全衛生委員会、衛生委員会、安全委員会、この3つを整理する必要があると思います。見解をお尋ねいたします。総務部長。現在の厚木市職員安全衛生管理規定がございます。お話のように6つの事業所ということになっておりますけれども、現実ではですね、部単位みたいな形でですね、設置されていると、そういう状況にございますので、そこの辺についてもですね、やはり見直しの必要性があるものと、このように認識ございます。環境センターにつきましては、やはりその労災という事故の危険性という形で、この職場についてはもう以前から実施をしておりますけれども、他の部署につきましてはですね、ちょっとそういうような部分、これは総務の方の責任の範囲でございますけれども、総務部の中でですね、全体的な形で見直しを図ってまいりたいと、このように考えております。高田議員。はい、よくわかりました。衛生委員会を設置した場合、産業医を選任して、職場を巡視することが義務付けられています。例えばですね、もし産業医の人が見てね、顔色の悪そうな人がいたら、その産業医から話しかけるとか、あるいは、そこの所長なり、上長がですね、実はうちにはうつ病気味の人がいるっていうことを、話して、それで産業医に話しかけてもらうとかですね、いろんな方法が実は取れるんですね。でこれを毎月少なくとも1回以上することが、衛生委員会を設けた場合は義務規定になっております。メンタルヘルス対策も、以上申し上げたとおり期待できるわけなんですが、この産業医を活用することについて、どのようにお考えでしょうか。総務部長。産業医の巡視、面談というのことについては非常に有効な手段であると考えております。現在ですね、健康診断から面談指導の実施、その実施の結果に基づく措置と、さらには産業環境の維持管理に関すること、これらを産業医にお願いをしているところでございます。高田議員。